おはようございます。遠征の日を迎えました。6時半出発なんですけど、今5時に起きました。で、遠征の準備をまだ全くしてないんで、ちょっと急ぎたいと思います。ということで、遠征バッチリ楽しんでいきたいと思います。それでは1日スタート。ちなみに足の調子は、だいぶ良くなってきてて、まあ、あと1週間ぐらい経てば、まあ、完治すると思います。うわ、あ、だいぶ足良くなったな。だいぶ良くなってきましたね。ありがとうございます。今日初の試みで、あぶあぶブロッコリー入れてみたいと思います。じゃあ今日も押してみたいと思います。いきます。あれ全然ダメだ、ちょっと待って。あ、来た。じゃあいきますね。3、2、1。あー、すごいすごい。ちょっとね、洗い物が増えるんで、男はこのまま行きたいと思います。ジム通い女子。ちょっとね、スムージー作りすぎたんで、この水筒に入れて持ってきたいと思います。これね、テレビ出た時にもらったやつね。カバに聞いて飲んでみたっていう番組に出ました。よし、準備しよう。準備するよ。とはいってもね、怪我人なんで、まあ、そんなに持ってくもんはないんですけど、ユニフォーム、練習着なんですけど、なんか短パンと半袖全然ねえなと思ってめちゃくちゃ探したんですけど、ちょっと面白い事件があって、着てた、なんなら下も履いてた。ほら、しっかりと着替え、このパンティー、ね、ちなみにあの熊牧場行った時にあの熊のパンティーを買いました。リアルすぎて、あの可愛さとかはないのよ、このパンツに。もう人殺しにかかる目してるもんね、この熊は。うん、はい、しっかりスパイク持ちました。はい、ってことで荷造り完了。あとは自分を決めていくだけ。そう、よいしょ、はい、はい、はいよ、はいよ。ハドムギ化粧水です。よろしくお願いします。はい、それではノート書いていきます。ということで今日の目標なんですけど、まあね、今日は、まあ、自分まだ怪我しててプレーができないっていうことなんで、まあ、チームに関わるっていうことと、まあ、今自分たちの大学が、何が通用するのかっていうストロングを、見つけれたらなっていうふうに思います。ということで、今日も頑張ってやっていきたいと思います。ということで出発していきたいと思います。では行ってきます。では一泊二日の遠征に向かいたいと思います。頑張ろうね。頑張りましょう。朝元気ないな。早いもん。言うてこんな日焼けということないからね。それではファミリーマートに寄りたいと思います。金沢清涼前店ね。お願いします。じゃあ、あんなファミリーマート見たことあるか、お前。ファミってね、おかげでファミしかない。あれはファミなのかもしれん。もうこれ俺が食うっていう体にしよう。やったかカフェ。カフェに行っちゃうね。もういいよ。何
たらそうなる。何の音楽聴いたらそうなるんだよ。桜です。チルチル。チルイな。チルイぞこれ。チルイ。こっちの方がチルいわ、俺からしたら。ケンジ、調子いい今日。調子怖い。調子悪い人の顔やそれ。そうですよね、確かに。大丈夫。そうですね。いける？まあでも、なんでしょう。明日琵琶湖整形とやるので琵琶湖に向かいたいと思います。黙れ黙れ、ずっと何これ何ありますじゃん。じゃあこれ当てもらえる別の知らんだってやめてよ ね、 ね俺の赤ちゃんもっとすごいもんガンちゃんなんかね俺ローズでマジ大変ローズでバスでこれ やるやついるよね。ただいま神田でございます。これ降りるの？バスの中置いとく。バスの中置いとく。一旦タモさんにさ、じゃバスの中置いとくよ。タモさんいる？バスの中はい、ルームツアーします。まあ、ルームツアーっていうほどね、あの部屋ないんですけど、もうこの、無駄なもんないよね、これ。テレビもないし、ラジオもねえってね、言うてますけど。はい、言うと思いました。言うと思いました。言うと思われたらダメなのよ。で、これ、サッカーコートが眺めれると。フットサルコートですね。で、1年生が、洗濯をしてくれてますと。ありがとうございます。はい、ということで、今、風呂に入りました。7時から飯なので、飯に行きたいと思います。はい、やめてー、いや、絶対取らないで。いや、そういう一回喋って、ほんとに表彰で出れないもん、言ってんじゃん。喋ってくんないの、ほんとに。YouTube 出たら、もやしって100個ぐらい買って殺されんだよ。クレーム取るんでしょ。リラックスタイムです。なんで坊主になったん？やらかしたー。きっしょ。マジこれは乗せていいっしょ。出てきたよ急に。髪を控えへん。はい、ということで遠征1日目終了です。明日もいい1日にしたいと思います。え、もう朝、ごめん。おはようございます。おはようございます。2日目です。今日は琵琶湖成蹊大学と、試合します。今日も試合出れないんですけど、全力でサポートしていきたいと思います。はい、それでは、飯と散歩が終わったんで、一応今喋ってるから。今日はね、もう頑張っていきたいと思います。頑張ろう、ケイシン。頑張りましょう。一泊という短い間でしたが、ありがとうございました。
これなんて読むん？ありがとうございました。帰りまーす。お願いします。あ、やばい、 YouTube デビュー。お願いします。あれ結構するよ。ありがとうね。ありがとう。ケンジ、ケンジ、今日も頑張ろう。今日怒られないよね。もう怒られました。もう怒られる。今日頑張ってね。位置確定。ご指名ありました。ご指名。あん。ないない。いいの。ありがとう。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。ビワコありがとう。南條。議会にあたる立法会の点数は70から90に増えますが、住民の投票の選出枠に当てられます。また候補者は、この変更は異例の早さでした。心配になってきた。今になって。家の鍵があるか。これで家の。よし。ちょ、疲れたから今日は風呂にするわ。それでは明日オフなのでみんなで焼肉に行きたいと思います。はい、これではこれではそれでははい、バリボーシングバー。シングバーです。あれただ知能がない。閉まるいんの。もういけるっしょ。まだです。ちょっと赤いの高くていってよ。ちょっとぐらいデザートにピズタも求めようよ。本当にあ、じゃあデザートにしよう。一回言うことにデザートいった。え、その英語の定義何だ。英語の人が作ってるかどうか。はい、ということで家に帰ってまいりました。一泊二日の遠征が終わって今帰ってきたわけなんですけれども、まあ自分がこうやってね、まあ遠征の中で、まあ自分がプレーをせずに、まあ遠征が終わったっていうのは結構自分のサッカー人生の中でも本当に一回あったかないかぐらいの話で、まあ結構逆にまあいい経験、まあ自分としてはまあいい経験になったと思うし、やっぱり次そういうこういうね遠征があるときには必ずやっぱ怪我人ではなくて、まあ、選手として行かなければいけないっていうのは、まあ、本当に深く感じたんで、まあ、しっかりとねまた自分の、体のケアをね、怠らずに、しっかりとまたね、自分の体と向き合いながら、練習そして試合にまた、復帰できるように、やっていきたいと思います。ということでね、今回は、今回の遠征動画は、ここら辺で終わりたいと思います。今回もね、見てくださりありがとうございました。次の動画も、よろしくお願いいたします。ということで寝たいと思います。Twitter、Instagram、概要欄の方からよろしくお願いいたします。ありがとうございました。